ビアチェスラフ・アレクサンドロビッチ・マラフェフは、ロシア・サンクト・ペテルブルク出身の、元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションはゴールキーパー。9歳の時、スメーナ・ゼニと、サッカースクールでサッカーを始める。1997年、FC ・ゼニとサンクト・ペテルブルクのリザーブチームに加入。1999年、当時性ゴールキーパーだったロマン・ベレゾフスキーの、 出場停止でチャンスをつかむと、2001年から、聖書五神になる。その後は、カミル・チョントファルスキーと併用された時期もあったが、聖書五神として、2012から13シーズンまでゼニトのゴールを守り続けた。2013から14シーズンは、ユーリー・ロディー・ギンに定位置を譲るようになっている。2015から16シーズン最終節の FC、ロコモティフ・モスクワ戦後、 現役を引退することを表明した。代表でのマラフェーフ2003年11月19日 UEFA ユーロ2 0 0 4のプレイオフセカンドレグウェールズ戦で代表デビュー。この重要な試合を無失点で乗り切り、本大会出場に貢献した。2004年3月には手首を2箇所を折る重傷を負ったが、無事に間に合い、本大会ではセルゲイオフチニコフの控えを務めた。 オフチニコフがグループリーグ第2節のポルトガル戦で退場し、後半2分からプレー。第3節のギリシャ戦では、スタメンとしてプレーした。その後は、定位置を確保した時期もあったが、2004年10月13日に行われた 2006FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選、ポルトガル戦で7失点を喫したキーパーはこのマラフェーフであった。2005年頃から、 イゴールアキンフェイフにポジションを奪われ、控えに甘んじるようになった。UEFA ユーロ2008でもエントリーメンバーに入ったが、出場はなかった。2009年、元ゼニト監督、ディック・アドフォーカートの就任、アキンフェイフの怪我を機に、チャンスが巡り、正 GK の座を奪い返した。2012年8月、家族との時間を優先するため、代表引退を表明した。 ありがとうございます。